ジョージ・オレス・ジョーンズは、アメリカ合衆国の政治家。ミズーリー州の政治家、ジョン・スコットの議兄帝であり、ミシガン・準州とウィスコンシン・準州からの代表者を呼び、アイオワ州選出の上院議員。ジョーンズは1804年4月12日に、インディアナ州、ビンセンスで生まれた。父親のジョン・ライス・ジョーンズは、オハイオ川北方に、奴隷制度を導入するのに尽力した。 ジョージが6歳の時に父親はルイジアナバイ州でアメリカ合衆国の領土となったミズーリジュン州に家族と共に転居した。幼かったジョージは米英戦争時には義勇兵中隊で太鼓師として太鼓を叩いた。その後ケンタッキー州に転居、1825年に歴ントンのトランシルバニア大学に入学、続いてミズーリ州に戻り、 兄弟と共に法律を勉強し、法律家となった。放送会入りした後、新シ品シはマウンドに移動し、交付及び店主となった。ミズりリに戻ると、1829年に17歳のジョセフィーヌ・グレゴアと結婚した。1831年、ジョーンズは、妻と7人の奴隷、数名のフランス人労働者と共に、新品はに戻り、採掘業を再開した。 1832年にジョーンズは、ブラックホーク戦争に従軍し、ソーク族やメスクワキ族と戦った。その後軍裁判所の裁判官となり、1835年3月4日から、アメリカ合衆国第24議会選挙で、ミシガン順州の代表となった。ウィスコンシン順州が、ミシガン順州の一部から分裂する1837年3月3日まで、 代表となった。ありがとうございます。